こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは東洋水産まるちゃん赤いきつねうどん東、おまけで赤い豆きつねうどん東になります。レジェンドカップ麺ともいえる赤いきつねを今回は特別構成でリスペクトしながらいただきます。今回の最後のトークはうちの子がやってくれたので、ぜひ最後まで見てくださいね。よろしくお願いします。はい、始めます。はい、今日はまた特別構成でお送りしますね。はい、で今日はなんとうちのチャンネルのアイコンをうちの子が書いてくれました。11月7日からアイコン使ってます。どうもありがとうございました。うん、はい、そのお話をいろいろお話ししながらこのレジェンドカップ麺赤いきつねをいただいてリスペクトしながらいろいろ喋りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞどうぞ。食べちゃうぜ、食べちゃうぜ。暑いからゆっくりね。うん、それで今回よし書いてくれた原画がこちらです。書いてくれた原画、もうちょっと時間だけ。はい、原画こちらです。使ってんのこれです、これです、これがアイコンです。おい、大丈夫？大丈夫？はい、どうぞどうぞ、食べながら喋りましょうね。そうです。いただきます。なんならさ、うん、質問して俺に。じゃあ、うん、するよ、どんどんする。うん、長っ。まずは一口。まずは一口。うん、うん、今回パパの記念日でなんかいつもね絵を描いてくれてるからね、なんか描くよって言ってくれたんだよね。うん、ね、って言ってパパが無茶振りしたんだよね。そうアイコン描いてっつってね。うん、うん、どうでしたか、アイコン難しかったですか。いやでも改めて見ると簡単だったな。わ、あれはすごいな。パパから注文いっぱい出たじゃないですか。確かに何個も描いてくれとかさ。うん、あと、あんまり細かく書くと見えないから簡単なのにしてくれるか。確かにね、いっぱい注文出たじゃん。ね、どう難しかったし、そのそういう細かい点は難しかったすいません、ありがとうございます、うん、でもきっちり仕上げてくれて嬉しかったです、うん、なんかさ、え、うん、絵はもともとさ、あれうまいけどさ、うん、人型のキャラみたいなの苦手なんだよね。あー、なるほどなるほど。でもこの前さ、アイコンじゃないけどさ、うん、ゲームのキャラ描いてくれたじゃん。うん、何のゲームってのは言えないけど確かにゲームのキャラちゃんと描いてくれた、あれかっこよかった。うん、それで自分が描いたアイコンがさ、パパがアイコンに設定してパソコンとかテレビの YouTube とかで見れるじゃないですか。あれどうでしたわっ、テレビで出てる、うん、思った、俺の絵がみたいな。そう思った。あっ、どうでした。恥ずかしい、嬉しい。嬉しい。うん、そっかそっか。あってさ、うん、あれ、うん、なんかさ、友達とか、うん、そういうのにもいないチャンネル登録者がいるわけでしょ。うん、そう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 だからこれめっちゃ暑いねあなた猫舌だからね。うん、暑いと食べれないからね。ゆっくりでいいですよ、ゆっくりで。うん、うまい。これ何太麺ですか。ん、これ何太麺ですか。いや、これは普通のうどんです。これ普通のうどんか。
うまいっすね。質問するって言って全然質問してない気がするんだけど。いっぱいしてるじゃん、どうですか。確かに。これどうですか、赤いきつね。これはうまいよ。うまいっすか、いいっすね、うん、赤いきつねはね、うん、1978年、うんうん、8月8日発売です。だから何年43年。すごくない？やば。43年ですよ。これ見せよう。いいですね。食べかけだけど、うん、このお揚げ美味しいんだよね。うん、お揚げ美味しいんだよ。なぜ今日カリフォルニアなのか、うん、カリフォルニア気持ちだけでもあったかくないでね。わかんない。いやでも暑いけどね。うん、まっ、僕が食べるの早いじゃん。すいません、まだこんな残ってる俺、うん、まあ暑いからですよ。そうか、うん、これね、残ったスープにご飯入れてもらっちゃうんですよね。あ、美味しいんだよ。なるほどね。美味しいんだよ、これね。この麺の味がついた感じ。そうそうそう、美味しいんですよ。太っちゃうけどね、うんうん。塩ラーメンにあれご飯合わせるのもいいですよね。塩ラーメンライスね。もう一個、うん、緑のたぬきの親子セットあるんで、またねどっかのタイミングでやりましょうよ。OK、うん、すんごい、うん、美味しい、美味しい、いいっすね。なんかさ、うん、これこういうやつ、うん、カップ麺でもさあるんだけどさ、うんうんうん、汁を飲み込んだ後さ、うん、何もないさ、うん、あれ汁がさ、うん、ついてないこれが出てくるのよ。うん、まだ汁ありますけど、うん、これ飲まない人もいるんだよね。うん、健康のためにママとか、うん、そうそうそう、やっぱ飲んじゃうんです。美味しさの誘惑に勝てない。俺は、なんかパパが飲んでる時は飲んで、で、うん、すごい、素晴らしいね。うん、うん、うん、いいですね。パパも残りこれだけタイム。お、お、残り残りこれだけタイム。俺、残りこれだけタイムなしなんだよな。うん、あー美味しかった。最近うどん食べてない、そばも食べてないんですよ最近多分ね。だからすごく美味しかった。それもあって、いや本当にパパの記念日にこの贈り物をいただきまして、どうもありがとうございました。いやいや、うん、ありがとうございます。大変嬉しいです。でね、それをちゃんと使って世の中の人にお披露目できたからね、よかったですね。うん、チャンネル登録者が11人今いそうっすね、まあのんびりやっていきます。もしかしたらこの動画が公開されるときには12、うん、13と増えているかもしれない。そうなるといいっすね。でもまあパパ無理しないでのんびりやろうかと思う、まあのんびりマイペースで。ああ、これ外したら寝伏せてやっていきます。で、今後とも時々出てもらうと思います。よろしくお願いします。はい、そういうわけで今日は、アイコン作者うちの子ありがとう会とレジェンドカップ麺赤きつねと豆さんですのリスペクトということでお送りしました。今日これイントロと実食とクロージングが何もないですから。はい。
じゃこれで一旦実食終わりにしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。